大島四つ角川のアーチセメント通りの焼肉店。漫画、孤独のグルメにも、この店をモデルにした焼肉店が登場した。地図セメント通りは、神奈川県川崎市川崎区の街路の道路愛称である。セメント工場の労働者の通勤道路であったことに由来し、周辺は韓国料理店や韓国食材の店が集まるコリアタウンを形成する。川崎駅から、 海沿いの工場地帯に向かって放射状に伸びる、幹線道路の一つである新川通りの大島4、近く交差点付近から左に分かれ、産業道路までの500メートルほどの通りである。川崎市営バス、大島4近くと川崎鶴見臨港バス、4近くは同位置にあり、いずれも川崎駅東口から路線バスが運行されている。町名としては、 浜町3.24丁目に相当し、北側に隣接する桜本とともにコリアタウンとして知られる。2004年頃は10軒ほどの焼肉店、韓国料理店があったが、駅から遠いことが災いし、川崎駅周辺などに客足が流れて2014年時点では6軒が営業を続けている。産業道路の先の浅野町に1917年に、 朝のセメントの工場が開設され、工員の通勤経路となったことからこう呼ばれるようになった。戦中、戦後から在日韓国、朝鮮人が経営する飲食店が立ち並び、工場労働者で賑わった。近隣の池上町には韓国人コミュニティがあり、当時の日本では馴染みの薄かったホルモン料理を労働者向けに出したところ好評を博したという。 コリアタウンが形成されたのは昭和40年代頃からで、東京、大久保のコリアタウンより古い歴史を持つ。しかし、1973年頃をピークに、オートメーション化や工場移転により人口減少が進んだ。1992年にコリアタウン実現を目指す川崎焼肉料品業者の会が発足。例年4月に、 川崎駅周辺で開催される川崎アジアンフェスタに連動しイベントが行われる。ありがとうございます。